はい、ユッキーです。カマキリを、飼い始めて、これ何日目これ。ですね。まあ、1個卵を産んだんですが、それ以降、カマキリに大きな変化はございません。で、なかなかね、卵はね、カマキリってね、実は多産でですね、卵巣をですね、10個以上産むと。下手したら20個産むらしいです。確か世界記録が20個ぐらいだったっけ？うん。1匹でですね、なんと、1000個から2000個の、幼虫が出てくるんだっけ？ 100 匹か200匹だっけ？忘れたけど、あれをですね、10個以上産むというね、すごい多産なんですが、ね、ちょっとでも栄養をつけさせるためにね、これ今、ミルワームを必死こいてあげてます。これ3匹目なんですけど、今食べてますね。ミルワームくんね、食べてます。カマキリちゃんはですね、ミルワームを食べてます。そして、今回、面白い、企画をね、考えました。題して、うっちゃんなんちゃん炎のチャレンジャー。カマキリの目の前を通ったら、100万円。通り切ったら100万円ですね。うん、こちらに用意しましたのがですね、こちら、ここ、今ここにこいつですね。今これ3匹食ったんですよ。今3匹目食ってるんですが、カマキリくん、この4匹目こいつです。こいつね、こいつがですね、先ほどやり遂げたんですよ。こいつ、うっちゃなんちゃ炎のチャレンジャーね、これができたら100万円。カマキリの目の前を通過してですね、ここの通路をこうビヤーって通ってきて凱旋したんですよ、先ほど。そしてこいつがですね、まだやりたいようでですね、バイプッシュだということでね、バイプッシュで1000万円の賭けにね、チャレンジしてきました、こいつが。またやりたそうで、もう一周してきたんですよ、こいつ。バカですね、完全にバカです。でもね、一応ね、前回の優勝者ですか、100万円も、手に入れましたからね、大したもんです。うん、カマキリくんもね、毛づくろいばっかりしてね、あれなんですよね、全くね、興味を示さないというね、事態でした。はい、さあ今回はどうなる。おーっと、まだカマキリ食事中やからな、とりあえず食事終わるまでこう待つか。これほらほら、ミルワーム、お前ちょっとまだだよって。まだ選手入場のあれだねえぞ。まだ入場しちゃダメだよ。ね。とりあえずカマキリがね、カマちゃんがね、飯を食い終わるまでね、カットです。倍速ですね。いやー。でもカマキリが10個以上卵を産むとは思わなかったですね。思わなかったというか、知らなかったですね。なんかウィキペディアとか見たらね、本当にね、本当らしいです、あれ。はい、もう一匹、急遽5匹食わせることにしました。カマキリちゃんにはね、卵をね、たくさん産んでほしいので、まあミルワームぐらいの大きさだったら多分あれでしょう。コオロギとかやっぱでかいですからね、普通にあげるとしたらコオロギとかが一番いいんでしょうけど、やっぱりでかいんで、ミルワームもその分ね、コオロギ1匹に見合う体重分ぐらい、あげたいんですけどミルちゃん、おっと、もう、とうとう食べ終わりました。そして選手入場でございます。いきますよ、2匹目入場させますよ。ほら、いけ、
死のロンドを踊りな。このようにですね、現在こう2匹、まあ、ここら辺にねいるでしょう。これね、さあ死のロンドを踊るのはどっちか。さあ100万円じゃねえや、こっち1000万円ですからね。こっち1回あの優勝者ですから、こっちもう1回できたら1000万ですよ。こっち1000万の優勝者、こっちはあのチャレンジャー、うっちゃんなんちゃんでいう電撃イライラ棒のさあマチャミとかいたでしょ、あの昔のさ、なんだっけ、ガニ股、あのマチャミのさ最初のさ、なんかさカーブみたいなのあるじゃん、あれのガニ股みたいな、なんかあったよね、マチャミの出た、マチャミのなんとかかんとかみたいな、あの ガニ股で M 字に解約しながらこうビエーってこうやってギエーってやるやつね。あの頃面白かったな、テレビ番組マジで見てたもんだって。おい逆走し始めたこいつ、おっと敵前逃亡か、ほらねえ、うっちゃんなんちゃんの炎のチャレンジはめちゃくちゃ面白かったよな。あれだってさ、ゲーム化してるもんだって、あれ電撃イライラ棒のあれゲーム化してるもんね。あのタスさんがやってるの見たわ。おっとカマキリくんは相変わらず毛づくろいをしております。相変わらずこのカマキリくんがね、カマキリちゃんなんですけどね、非常に綺麗好きね、カマを丁寧に舐めております。ペロ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 、僕のカマおいちいよーみたいな、僕のカマキャンディーみたいでおいちいよーみたいな感じで舐めてます。そして炎のチャレンジャー来ましたか。おっとこそこそ出方を伺っている。さあカマキリの目の前を通り、こっち凱旋門、こっち凱旋門です、こっちを通り抜けたら100万円です。さあどうなる。お手をと、おやめたか、動きをやめたビルアーム選手。いや厳密にはこのミルアーム選手は名前が茶色めのゴミ虫だましという名前だ。茶色めのゴミ虫だまし中継です、アップにします。おっとまだあれですね、カマキリは気づいていない。そして出方を伺っているのか、茶色めのゴミ虫だまし一向に動こうとしません。これは出方は伺っているのか、いやもうむしろね、カマキリがね、毛づくろいをしてる最中がね、逆にねチャンスなんですよ。これはそれを知っていないのか、にわかが情弱が露呈されている。おっと茶色めのゴミ虫だまし大丈夫か。おちょっと動き始めたか、ちょっとねあの室温がですね、僕今18度ぐらいかな、気温が今18度ぐらい、ちょっと昆虫たちには寒いか、さすがに。どうだ茶色めのゴミ虫魂、おい早せよ、おい早行けよお前、ゴミカスむしろ下がってんじゃねえか、おい
を止めた。面白くねえな。この左側のやつもさ、何も動かねえんだもん。おい。おい。お前だ。お前だよ、ほら。動けよ。つまんねえな、完全に。なんか、土とか潜れないからもうなんか諦めた感あるな。もう死を覚悟した感じするね、こいつらね。もう、ああ、プラスチック硬い、これなんだこれ、みたいな。潜れない、潜りたいのに潜れない、どっちよ、みたいな。おい、逆行してんじゃねえか、このバカタレ。おい、ほら。ほら。おっと、たまらんレフェリーが。ケツを叩いた。完全に。おい、ケツを叩く。ケツを叩いたレフェリーが。おお、そして、おお、行った。行きました。おお、もうやけだみたいな感じですかね。やけクソだという感じでしょうか。ユッキー選手、ユッキー選手じゃねえ、間違えた。ユッキー、ユッキー実況は私ユッキーと、はい、ムツゴロウでーす。とこのムツゴロウさんです。わっ、おっと、優勝者。おー、早速、おっと、バカだこいつ。あー、食われた。ダメだこれ。不意をついてか知らないですけど、いきなり俺がね、右のね、やつにね、注目してるのをね、いいことにね、左からね、ラストスパートをかけてきましたね。1000万はダメでしたね。ダメでした。食われましたね。バカです。完全にアホです。ね、おっと、炎のチャレンジャーか？来たか？炎のチャレンジャー、この、よし、食ってる最中に締め、締め。よし、食ってるからこれ、乾燥してやろう、みたいな。今行けば食われねえぜ、みたいな感じでしょうか。ムツゴロウさんどう思われますか？そうですね。僕もね、昆虫ね、いろいろね、見てきましたけどね。カマキリはですね、基本的に食べてる最中はですね、他の何が起ころうとほぼ、離さないんですよ、今食ってるやつをね。で、あと大体無視しますね。他の昆虫とかは無視します。うん、ね、不動です。でですね、僕がですね、なんかネット上でですね、ライオンに食われて殺されたとかっていうね、変なニュース流れてますけど、ね、一昔前流れましたけど、僕はね、現在ね、北海道のね、山の中で暮らしてますんで、安心してください。あ、ムツゴロウさんって、あれなんですね。今、北海道の山の中で暮らしてるんですか？へぇ、それは知らなかったです。なかなかサバイバーですね。そういえば、昔サバイバーっていう、ね、テレビアニメじゃねえ。テレビドラマがありましたね。ドラマじゃないのか。あれ、ドキュメンタリーか。ドキュメンタリーみたいなやつ。ドキュメンタリーでもねえんだよな。できたら100万円みたいな。生き残ったら100万円みたいなやつ。あったよね。サバイバーで。あれ面白かったよな。すっげえ人間性がさ、金にさ、まみれたさ、銭ゲバみたいなさ、女とかいんねん。すんげえ性格がさ、クソ悪いやつ。クソみたいに悪いやつで、そいつがさ、最後の最後でさ、負けるの。なんかさ、なんていうかな、優しい系のさ、やつに負けんのよ、あいつが。もうまさにあれですよ、イソップ童話で、イソップ童話みたいですよね。あいつは裏切るから絶対裏切るから入れないみたいな。投票、なんか投票制だったんですよね。サバイバーっていうのはなんか、10人ぐらいで無人島に、生き残るみたいなのがあって、で、最終的にその、誰を落とすかみたいなので、ね、
投票があるんですよ。ある期間ごとに、ね、で悪い票を集めたやつがあの没収とみたいな感じでこうねどんどん蹴落としてって、で最後の最後で蹴落とされた人間全員そのいわゆるドロップアウトじゃないじゃあなんだ敗者復活戦っていうか敗者が全員して残り2人になったら敗者がこれまでのね負けた人間がポストにそのこいつを優勝させたいやつを書いて終わりみたいな。だから結局最終的には好感度とかがものを言うんですよね。まあ好感度がものを言うゲームなんですけど、で最後の最後でさ、すっげえさゼニゲマのさなんかさすっげえ悪どい女とさ優しい系のさ女ってさなってさ、で最終的に優勝者がさ優しい系のやつでさ、でさそのゼニゲバの女がさすっげえ悔しがってざまーみたいな、あれは面白かった。なんか似たような番組アメリカであるらしいですけどね。すんげえもうまさにサバイバーっていう日本では放送されないレベルのすごいなんだエッチなシーンとかがあるんですけど、あれ何なんだろうな、あれ今多分放送してるのかな、ドラマでテレビ番組ですね、アメリカのテレビ番組であるんですけど、あれ DVD 化してほしいよな。なんか10人ぐらいを無人島にほっぽり投げたらどうなるかみたいな感じ、もうサバイバーとかで、もうだから日本のそのさ、できたら100万円とかじゃなくて、報酬一切なし。まあ報酬一切なしってことはないけど、さすがに出演料はあると思うけどね。だからどうなるかっていう、もうほっぽり投げて10人でなんかさせるってやつで、で、なんか腰つびに上がってたの見たんですけど、もう喧嘩したりするんだよね。それがまあサバイバルだからもう喧嘩とかもあるんですよ。で、女をめぐってなんか喧嘩したりとかっていろいろあって、すげえなんかまさに野生っていうかね、野生じゃない、人間の本能的なのがすげえ出てて、すっごい面白そうなんですよ。ということで、おっとカメラまだこいつ動いてませんね。もう諦めたか。カマキリくん食い終わりましたね。4匹目を食い終わりました、今。まさに今。食い終わりました。よし、レフェリーがね、カツ入れますよ。カツ入れますよ、カツ。ケツをつく。あー!行くー!みたいな感じで。おーっと、ちょっとつ猛進、すごい勢いだ!おっと、カマキリいきなり捕らえたー。そしてうっ、だがしかし、おい、だがしかしプラスチックの壁に阻まれた。あかも、このカマキリのこのあれ諦め方がすごいね。カチャってやった後にふーんみたいな。これね、プラスチック容器だとね、結構ね、しかも、これ細長いんで、なかなかね、掴みづらいんですよね、ミルワームって、ね。おっと !3 回目の、オノアタックじゃない、カマアタック4回目外す!どうする、カマキリ。おっと毛づくろいに戻ったー。完全に、あれですね。諦めたのか。いや。カマちゃんはそんなやつじゃないぞ。貪欲ですからね。食には貪欲ですから。こいつ基本的に楽しみ食しかねえから。貪欲ですよ。
そらくまだ諦めていない。そして釜をペロ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 リンチョ、おいちいおいちい、私の釜は飴玉みたいにおいちいの、みたいな。節子はそれあれやぞ、ビー玉やぞ、みたいな、まさにその感じですね。節子はそれ飴玉やない、ビー玉や。かまちゃん、おっと、どうする、場所が悪い、もうちょっと広い場所にねミルちゃんが来てくれればなんとかなるんだが。そして相変わらずミルワームはまだ前に出てこようとしないちなみにですね、カマキリの毛繕いの時間、だいたいね、飯食い終わった後にだいたいね10分ぐらいしますね。5分ぐらいか、5分ぐらいかな、5分か10分ぐらい毛繕いしますんでね、毛繕いタイム5分か10分ぐらいあります。結構長いです。まあ、それだけあのカマも重要ですし、特に重要なのがやっぱり目ですよね。まあ複眼がカマキリ実は5つ あるんだっけ、5個ぐらいあるんですよね。大きい目2つと小さい目が3つあるんですよ。まあ、特にこの大きい目をね、複眼をですね、まあ、非常に掃除しないと結局まあ目が見えなくなったらもう何もできませんからね。目が見えなくなったらもうほとんどカマキリに終わりです。カマちゃん終わりですからね。カマがなくなっても目があれば、目と口があればね、物体を認識して、まあ獲物を捕らえることはできませんけど、水を飲むことはできますからね。ちなみに今深夜の2時半ですね。今のね、このね、時間帯にこんなことやってるのはアホだと思います。お、カマキリ、おっと、動き始めるか、おっと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 、お、毛繕いタイムが終わったか。ち、このクソ、このクソ見る。カーツ、カーツを入れた。そして走り、あれ、あれ走り出さないの、こいつカツが効かないだと、バカな、死ねい。おーっと動き出した、来た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 、おーっと見たー、もう物体を認識する、おーっと一発効かない、カマキリどうする、おーっと、おー、いけいけ、あー、ダメでした、はい、ダメ、100万円獲得ならず。まさに諸行無常の響きありですね。なんだっけ、風雷、違う、諸行無常の響きあり、なんとかかんとか響きありみたいなのあったよね。まさにカマキリ、さすがカマキリくん。これ5匹目ですよ、これ大丈夫かな。ミルワーマーどれぐらいあげたらいいかよくわかんないですね、僕と、僕もね。2日にいっぺんね、ミルワーマーあげてるんですけど、何匹あげればいいかよくわからないんですよ。全くわかんないですね。例えばバッタとかコオロギとか、まあエンマコオロギとかさ、いるやん。いるやん。あれさ、まあ LL サイズぐらい、一番でかくなった、ぷっくり膨れたやつ。まああれだったら多分1匹で十分なんですよね、おそらく。
まあ、以前も言いましたけど、カマキリっていうのはね、基本的にね、何でも食べるので、もう満腹とか感じないんじゃないかな。おそらく。ウィキペディアにね、書いてありましたけどね、餌を与えすぎるとですね、腹がパンクして死ぬらしいです。こいつらはね、基本的に本能で動いてるんで、空腹は感じてないみたいですね。ちょっとびっくりでしたね。だから、目の前で動くものがあればね、食っちゃうんで、ちゃうんですよ。だから際限なく食べちゃうっていうのが、あれですよね。まあそういう風に作られてるんでしょうね。まあ、作られてるって言い方もあれだけど、まあ、だからこそ繁栄できたのかもしれないですね。やっぱりオオカマキリっていうのは一番繁栄、全国に分布してるカマキリですから。ちなみにオオカマキリの北限は一番北？カマキリって基本的に北海道にはいないとかって言われてますけど、実は普通に、普通ではないんですけど、いるんですよね。函館あたりだっけ？なんていうかな。絵で描くと、北海道の左下のあたりの細長い、細い部分ね。でっかい部分じゃなくて、細長い、くの字のようなところの、あたりには普通にいるらしいですね。はい。で、一応、ググったところによると、オオカマキリは、沖縄にはいないらしいですね。逆に。カマキリの中でも、日本でいるカマキリの中でも、一番、寒さに強いと言われていますね。まあ、俺が勝手に言ってるだけなんですけど。一番北限がね、北なんですよね。北に位置するんですよ。他のハラビロカマキリとかはですね、あんまりいないみたいですね、やっぱり。北海道にはね。だから一番おそらく、寒さに強いんではないかと思ってます。まあ、何が強いかっていうと、やっぱり、強いとかの問題じゃなくて、そもそも、この個体自体が、寒さに強いとかじゃなくて、何が強いって、多分卵でしょうね。オオカマキリの卵って一番でかいんですけど、日本産のカマキリの、卵巣の中だとね。だからおそらく寒さに強い卵、カマキリの卵の中でおそらく一番寒さに強いのがオオカマキリだと思うんです。で、だから冬を越せて卵が孵化する、孵化できるのが、だいたいオオカマキリぐらいっぽいですね。北海道だとね。まあ厳密に言えば違うみたいですけど、でもやっぱり他のカマキリの方が、北限が南の方に行ってますから、まあだいたい青森ぐらいまででだいたい終わってたりするんですよね。まあそれがまた面白いところで。まあなんでオオカマキリは北限が北に、ね、一番北なのかっていう。まあ僕にもわかりませんけど。まあ一説、俺が考える一説としては、やはり、卵の卵巣がね、でかいことと、まあ、でかいことによってやっぱり、ね、中の部分、中心の部分はやっぱり、寒さに守られて、まあ、孵化するんではないか。他のね、朝鮮カマキリとか、ハラビロカマキリとかはですね、めちゃくちゃちっちゃいんですよ。オオカマキリに比べると、オオカマキリの大体3分の1から4分の1、まあ、2分の1か3分の1から4分の1、特にちっちゃいやつだとオオカマキリとかですかね。オオカマキリとかはかなりちっちゃいですよね、確か。俺新潟に住んでた時、田舎だったんですけどね、オオカマキリの卵しか見たことないですね、僕。卵巣はね、オオカマキリの卵以外見たことないです。ほとんど自慢ですけどね。本当に、すすきの野原みたいな、すすき野原みたいなとこ行ったことあるんですけどね。卵探しに行ったんですけどね。
オオカマキリしかいないんですよね。まあ場所が悪かったのかもしれないですね。ススキはですね、かなりオオカマキリがね、すごいね、あの産卵するので有名です。で、あとオオカマキリの卵っていうと、なんだ、卵の位置で、なんか雪が、積雪がね、予想できるとかね、言われてますけどね。まあ、一説によるとあれは嘘らしいですね。一応最新の、科学で解明されたあれだと嘘らしいです。あれは。まあ、ググっただけなんですけど、ググったらなんか、あれは嘘であるみたいな、論文が書いてありましたけど。まあ、まあ難しいですよね。それは本当か嘘かっていうのは、信じるか信じないかはあなた次第ですからね。信じるか信じないかはあなた次第です。みたいな感じ。信じるか信じないかはあなた次第です。ね。ということで、カマキリくんの、餌のタイムが終わりましたので、さすがに5匹食わせたからな。もういらんだろ。こうするとね、楽しいんですよ。いいですか？あれ？なんかね、両手でね、こうやって持つとね、あ、いでででで、バカ。ピラピラピラーってね、羽羽ばたかせるんですよね。たまにですけど。なんか自分が飛んでると錯覚して、あれなのか知らないですけど。カマキリ、カマキリと、カマちゃんはな、ね、いつまで生きるんでしょうか。わかりません。長生きしてもらいたいですけどね。俺はね、なんかね、卵をね、産む可能性が、産む可能性を考慮してですね、こうやってね、縦置きにして。そうすると産んだ時に多分ここに産むんですよね。ここね、この割り箸かもしくはここら辺に産むと予想してるんで、そうしたらですね、多分取りやすいんですよ。多分変なところにね、網目のところら辺とかね、産まれるとね、実にね、厄介ですから。はい、ということでご視聴ありがとうございました。